はい、こんにちは、ガラスの嫁ちゃんです。ということで、今日は行きつけのたこ焼き屋さんに頼まれて絵を描きに来ました。いつも注文するたこ焼きを頼んでいきたいと思います。醤油たこ焼き、たこ焼きで作ってもらってる間に、なんとここに絵を描いてって言われたので、なんでもいいよって言われたから、変なやつ描いていきます。で、たこ焼き屋さんのおっちゃんの反応を見ていきたいと思います。どうだ、ただこれに、なんで書くか、さあ、ひらがなで黒字でさ、たこ焼きって書いてもらえばいいの、多分大丈夫だと思います。いいんじゃない？多分。うまい。社長さん、どうでしょうか？寝てんのかお前、俺。やばい。めちゃめちゃ。たこ焼きでお前。お前舐めてんのかお前。たこ焼きです。これはが。これお父さん。もう一回、逆が良くないですか？逆、あかんじゃあまた来週書きに行きます。来年やってやん。来年で大丈夫ですか？本当に怒られちゃったんで、梅ちゃんのスプレーアトリエの動画見た人はみんな強制的にここに食べに来てください。アメリカンビレッジの、沖縄のアメリカンビレッジの近くにあります。 OK、 じゃあ全部外してこれ3枚になんかいい感じの絵描いていきたいと思います。 OK、
感じで完成しました。やばい、これつけるのにめっちゃ苦労した。絵描くより大変だったということで、沖縄来た際にはたこ焼き食べに来てください。写真この前もね撮ってください。タタタタン、おー、いいやん、いや、めっちゃいいやん。めっちゃいいですか？めっちゃいいやん。めっちゃいいですか？完璧完璧完璧です。はい、じゃこれで殴られないで済みそうです。ありがとうございます。はい、もう一回ダメ出し来んのかと思ってということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。アディオス。アディオス。